世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は隣国の観光特区が驚くべき状況であることについて、隣国と日本の人たちの反応も合わせてご紹介していきたいと思います。ネット上で渓谷の観光特区の現状が衝撃的だと話題になっていましたが、一体どのようなことになっているのでしょうか。内容を詳しくお伝えしていきます。隣国のキョンギドアンサン市には、観光客に海外の文化を楽しんでもらうための場所として作られたザ・文化通りという観光特区があります。もともとアンサン市には世界66カ国4万4000人の外国人が居住しており、住民の 65% 以上を外国人が占めていました。外国人の割合が高いことから、多文化の街が形成され、様々な国の飲食店が集まっているのです。中国やインドネシア、モンゴルといったアジア圏のレストランも90軒以上あります。そこでアンサン市は2009年、同地区に200億ウォン約 16.6 億円を投資し、外国人向けの観光スポットにする計画を立てました。しかし隣国の SBS テレビは、その多文化通りが違法な客引きなどが横行する風俗街に変質しているといった驚きの実態を報じたのです。多文化通りは夜になるとタバンと呼ばれる喫茶店やカラオケ店の看板に色とりどりの明かりが灯り、歓楽街の雰囲気が漂い始めます。試しに男性記者が一軒のタバンに入ってみると、ミニスカートの女性店員に奥の席に案内され、席に着いた別の女性から1時間13万ウォン約1万3000円と提案を受けました。また別のタバンでは、店に入るやいなや、女の子いらない、うちの子はみんな渓谷語が上手よ、13万ウォンねと店員が声をかけてきます。この通りは観光特区として作られたにもかかわらず、400メートルの通りに立ち並ぶタバンでは違法な斡旋が行われていると見られています。しかし付近の住民からは実態に関する通報も相次いでいるものの、警察や市役所は静観しており、取り締まりはほとんど行われていないそうです。また近くには高校が2校あり、生徒らが日常的に通る場所であることから、住民からは懸念の声が上がっています。しかし取り締まりを担当する区は、人員不足のため年に1回の取り締まりをするのがやっとと、事実上の放置状態であることを認めています。この内容に対して、まずは隣国の人たちの反応をご紹介します。200億よくやったもんだ、営業許可を出したこと自体が間違い、本当にこの国はどうなってしまうのか、情けない、実態を知らないのは公務員と警察だけ、本当に知らないのか、裏金をもらって取り締まりをしないのか、ソウルのカラオケと同じだ、これが我が国の多文化の実態。そこだけの話じゃなく、首都圏の通りという通りは大体そんなものなのかもしれない、いっそのこと合法化すべき、違法にしてもやる人はやるんだから、やるにしても子供たちが歩く通りではやめておこうよ、さすがに隣国人からも節度をわきまえてほしいといった様子が見て取れましたね。では次に日本の人たちの反応を見ていきましょう。隣国文化そのものじゃん、キーセン文化の復活ですよ。渓谷といえば売春だから、合法化してエリアを決めた方がいいよ、税金も取れるようになるしね、あの国の伝統文化が花開く街、特区にしちゃえば伝統も守れるし、人も集まって万々歳じゃないか、皆さん驚きはなく、隣国ならそうだろうねといった感じですね。動画をご覧の皆さんも同じような感想でしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。ここで少し隣国での風俗産業に関する歴史をお伝えしたいと思います。隣国では2004年に売春特別法を制定し、売春が違法化されました。しかしその後も営業は続いており、最近まで会社の経費として計上する企業もあったほどです。違法化される前の2002年、隣国の売春産業は
24兆ウォン、約2兆4000億円規模にまで成長し、農業や林業に迫るほど渓谷経済に貢献していました。その金額は2010年には 6.9 兆ウォン、約6900億円にまで減少したものの、それでも巨額と言えますね。隣国にはノレバンと呼ばれるカラオケボックスがあり、利用者の5人に1人がブローカーを通じて若い女性コンパニオンを派遣してもらっています。カラオケボックスでは飲んだり歌ったりもできますが、女性に触れると性的なサービスも提供されるそうです。ずらりと並んだ女性の中からお気に入りの女性を選ぶといったシステムになっており、気に入った女性がいなければまた別の女性のチームが部屋に入ってきます。こういったサービスの人気は高く、不況の中でも新店舗がオープンするほどなのです。コンパニオンの収入は4から5時間で100ドル、約1万円ほどと最低賃金の5倍であり、非常に高収入の仕事と言えるでしょう。政府は違法行為を抑制しようと取り組んでいますが、多くの店がサービスを続けています。取り締まりが行き届かない背景には、あまりに産業が巨大化してしまった点が挙げられます。警察も人手不足と言われ、一斉検挙を成功させるには産業に関わっている人が多すぎるそうです。また検挙された際の罰則を差し引いても利益が高いビジネスであるということも店舗が減らない理由なのかもしれません。一方、売春を違法化されたため職場を失った女性たちは海外進出を果たしました。隣国の国家行政機関女性家族部は、以前に海外で売春に従事する渓谷人女性の総数は約8万人と発表しました。さらに釜山警察庁国際犯罪調査隊の責任者も、海外で出稼ぎする渓谷人売春婦は約2万人が日本で稼いでいると衝撃的な数字を述べています。同警察庁によりますと、オーストラリアの市民団体の昨年の調査によれば、歓楽街で売春に従事する隣国人女性は1000人以上に達すると報告されています。ではなぜこれほどまでに隣国人女性は性を売るのでしょうか。理由の一つとして、国内における女性の地位の低さが挙げられます。女性がつける仕事の範囲は狭く、高収入を得るための選択肢の一つとして風俗があるのは確かです。また結婚すると多くの場合は家庭に入ることが求められ、仕事を辞めざるを得ません。そして家庭に入った女性は非常に理不尽な扱いを受けます。そのような扱いに耐えられず離婚する夫婦が急激に増えているのです。しかし離婚した場合、女性の再就職は極めて困難であり、生きていくために風俗で働く女性も多くいます。また別の理由として闇金融の存在も挙げられます。銀行等の大手金融機関は融資の条件が非常に厳しく、大企業に勤めているような高収入の人しか相手にされません。町金融でも安定した職業についていなければお金は貸してもらえません。結果として生活に困窮した女性は闇金融に助けを求めることになります。隣国では融資の際の法定利息は上限 39% ですが、闇金融では100から500% というありえない高利で貸し付けています。そして返済できないことを理由に女性に売春を強要するということが横行しています。2013年の渓谷日報の調査では、少なくとも300万人以上が闇金に手を出していると報じられています。生活のために一度闇金融に手を出したために売春を強要され、どんなに働いても借金は増え続けるという負のスパイラルにはまる女性が増え続けているのです。漫画の中だけかと思っていたような世界がお隣では日常的に起きているようです。また隣国政府が売春を取り締まろうとしても、売春の背景にある闇金融や売春を斡旋するブローカーを野放しにしているため、実行は得られていないそうです。いかがでしたでしょうか。隣国はすでに売春が定着してしまっているため、違法化したとはいえ消滅させることはなかなか難しいようです。しかし
女性の失業率や男女賃金格差などの問題に対して、女性の生活を安定させるための施策を打ち出していくことで、少しずつでも現状を変えていけるのかもしれませんね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。